ブーンビルの戦い、ブーンビルの戦い、ブーンビルの戦いは南北戦争初期の1861年6月17日、ミズーリ州クーパー軍で起こった小戦闘である。この戦いで北軍が勝ったことにより、ミズーリ側を支配し、ミズーリ州が南軍側に着こうという動きを止めた。 ミズーリ州の南部より知事であるクレイボーンカイ・ジャクソンはミズーリ州を合衆国から脱退させてアメリカ連合国への加盟を望んだが州内全体の民衆感情は当初中立だった。選出された州の会議ではジャクソンが望んだ脱退条例を通すことはなかった。一方、脱退推進派の集団がミズーリ州リバティの小さな武器庫を占領し、 セントルイス武器庫でさらに多くの武器を捕獲しようと計画した。彼らは活力ある若い士官ナサニエル・ライアン隊員に阻止された。ライアン自身はハンド冷静論者でセントルイスのドイツ系移民である地元の政治家フランク・ブレアと同調し武器庫を確保した。この過程の1861年5月10日、ライアンは主にドイツ系移民の北軍民兵隊を使って キャンプジャクソンの近くで訓練していた水売り、リ、州兵隊を捕獲した。ライアンが無分別に捕虜たちをセントルイスの通りを通って武器庫まで行進させている時に破壊的な暴動が起こった。このことが州内の表面下にあった南部より感情に火をつけた。ライアンの行動の結果、水売り州議会は即座に水売りリ州兵隊を作る知事の民兵法案を成立させ、 古い民兵隊を核に結成を始めた。水売り州は、脱退を思いとどまっていたので、意見の違いを調停する試みが行われた。最初の州兵招集は議会によって止められた。しかし、その間にイライアンは、水売り州兵隊の巡唱に指名され、州内の指揮に就いた。6月11日、どちらの側も相手を信用できなかったので、協議は、物別れとなった。 ジャクソン知事と周平の指揮官スターリング・プライスは、州都のジェファーソン氏に向けて逃亡し、6月12日に、そこに着いた。彼らはすぐに、ジェファーソン氏を保持できないと結論づけ、翌日にはブーンビルに向かった。ライアン将軍は即座に、北軍2個志願兵連隊、アメリカ陸軍正規兵1個中隊及び1個、砲兵大隊、総勢、約2000名を、蒸気船に乗せて、 彼らの後を追った。その目標はシュートを掴むことであり、ミズーリ州兵隊を追い払うことだった。ライアン軍は6月15日にジェファーソン氏に到着し、ジャクソンとプライスがブーンビルに向けて撤退したことが分かった。プライスはジェファーソン氏が防衛できないことを認識し、レキシントンとブーンビルから州兵を集めるための十分な時間が欲しいと思った。 ライアンが接近してくれば、ブーンビルからも撤退する考えだった。周辺のジョン・エス・マー・マデューク大佐がブーンビルで部隊の組織化を始める一方で、モスビー・エム・パーソンズ巡将は20マイル南のティプトンで陣地を構築するよう指示を受けた。プライスは病気のためにブーンビルを離れ、歴ントンで集められている軍隊に加わった。このことは、政治家である知事に指揮させるという不幸なことになった。 ジャクソンは撤退する代わりに、これ以上撤退した場合の政治的な悪影響を恐れたので、街を守ることに決めた。彼の部下の兵士たちも敵と対峙することに熱心であったが、兵士たちはショットガンやライフルで武装しているだけであり、効果的に戦うための十分な訓練も受けていなかった。マーマデュークは戦うことに反対だったが、この待機する軍隊の指揮にしぶしぶついた。 ライアンはジェファーソン氏を確保するために300名の北軍を残し、6月16日に再度残りの部隊を蒸気船に乗せた。この部隊は6月17日の朝にブーンビルの下流、約8マイルの地点で上陸した。ジャクソンはライアン軍が接近していることを知らされ、ティプトンにいるパーソンの部隊を呼び寄せようとしたが、この部隊は間に合わなかった。戦いは 実際に小競り合い以上のものではなかったが、南北戦争で最初の重要な陸上戦闘であり、ミズーリ州における南部の機体に対して重い結果となった。ライアン軍は船から降りた後でブーンビルに向けてロッシュポート道路を進軍した。崖に近づいたところで将兵に遭遇したが、ライアンは三平を配置し急速に押し出させた。崖の背後の尾根では、 旧ごしらえで装備も整わない、水売り周辺兵総勢約500名が待ち受けていた。大砲は、ティプトンにいるパーソン隊のところにあったので、この部隊にはなかった。ジャクソン知事は、不可解にも、自軍の中で唯一合理的に訓練され組織も整った部隊、ケリー隊員の中隊を予備隊にし、戦闘に参加させることはなかった。ジャクソンは1マイル以上離れたところから衝突を、 眺めていた。ライアンは兵士と大砲を配置につかせ、前進した。大砲がすぐに、ウィリアム・エム・アダムズの家に陣取っていた、狙撃兵隊を立ち退かせた。北軍不評は防衛線に接近し、数回一斉射撃をかけて、敵軍を撤退させた。この場での戦闘は、ほんの20分間程度だった。兵士を集めて、 北軍の前進に抵抗することが何度か試みられたが、側面をついた北軍中隊が周辺背後の宿営地を占領し、ライアンの川船の榴弾砲が周辺の陣地に砲撃を始めた時に抵抗も崩壊した。まあまあデュークが恐れていたように撤退は急速に回送に変わった。守備兵はキャンプベーコンやブーンビルの街を通って逃亡した。家に戻った者もいたが、 多くは、周南西隅に撤退する知事に合流した。この短い戦いとマッシグラの撤退によって、ブーンビルの競争というあだ名がついた。ライアンは午前十一時には町を占領した。北軍の損失は軽く、五名が戦死、または、貧死の重傷、七名が、やや軽い怪我だった。ミズーリ州兵の損失については信頼できる資料が、ない。ほんの数人が戦死し、 一段アスカそこらが負傷したと考えられている。約80名は捕虜になった。ライアンは、周兵隊の武器庫で物資と装備を捕獲し、その中には、弾薬のない中鉄6ポンド砲2門、500丁の時代遅れになった火打ち石式マスケット銃、1200足の靴、幾ばりかのテント及びかなりの食料も含まれていた。この戦いの実際の影響は戦略的なものであり、 人命の損失は小さかったものの、それよりも、はるかに大きなものだった。ブーンビルの戦いで、州内中央から脱退派の勢力を効果的に追い出し、北軍のために確保した。プライスは歴史ン,ンも保持できないと理解し、退却部隊に加わった。南軍よりが強かったミズーリ川水系と脱退派の通信は遮断された。ミズーリ川の北で奴隷を所有する地域で徴兵したと、 しても、南軍に加わることは難しくなった。州内のこの地域から、食料や物資を得ることももはやできなくなった。もう一つの結果は、士気の低下だった。ミズーリ州兵は多実戦って勝つこともあったが、この初期の敗北によってひどく士気低下していた。ライアンの勝利は、北軍がミズーリ州の確保を強固にするための十分な時間を与えた。まあ、まあデークは失望して、 ミズーリ州兵隊を辞任し、連合国での仕事を求めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。